どうも、サボジャミーネットです。さあ、飛び盛り実況を続きやっていきましょうか。いやー、申し訳ない。風邪をひいてしまいましてですね。サブ村なんですが、ちょっとね、クリスマスの準備を、あ、父からだ。珍しくね。ちょっと待った。そういえば、今日クリスマスだったなと思いまして、父からの手紙。ミネって懐かしなサンタの格好でプレゼント。お前の笑顔が見たかったんだ。メリークリスマス父より。母よりもセンスのいいものを送ってきてくれたに違いないです。父よ、ありがとう。近未来なオーディオ。やばいもん送ってくんな。オッケー。カサンドラはね、多分、あれです。好感度が今マックス状態なんで、すごい手紙を送ってきてくれますね。ありがたみ。オッケー。しゃあ、というわけで、近未来なやつを置いていく。これいいな。マリンスーツを脱いで、よう、せっかくのクリスマスなんで、私がサンタだ。ミネミネ村はさ、一応、住民のさ、あれを聞いてったんだよ。いやー、全然こっちのサブ村の方をね、聞けてなかったんで、今回は、あれで行きます。予測打ちで行こうかなと思います。ルーシーさん来るって。マジか。この場合どうなんだろう。で、10個中8個か、9個ぐらいは当てないとダメなんだよね。このクリスマスで、このクリスマスのイベントで、10個中8個ぐらい当たったら、まあ、なんかくれますよ、みたいなイベントなんだけど、もしも引っ越しした、来た場合ってどうなんだろう。てか、BGM がいいな。曲がたまらんて。おい、トナカイどこいる？トナカイ。トナカイいなくね？あれ、トナカイどこだ？よし、トナカイさんの前に、サンタの服装をしようか。73ベルじゃそら買えねえわ。よーし、じゃあサンタの、装備を整えていきましょう。これ買って、これ買って、これサンタの装備を整えないと、装備してねえな、みたいな言われるんで。仕方ないね。これは、こっちの方が可愛くない？こっちじゃない。こっちの方が可愛い。え、赤いニットの帽子とサンタの帽子って別物なの？これもしかして奇跡起こってる系？別物か。でも普通にこっちの方がサンタっぽい気するんだけどな。ダメっぽいですね。で、だなぁ、こっちは？お、初めてここ来ましたね。サンタのやつないのか。あれ、サンタのやつここあった気するんだけどなぁ。てか、これバリ可愛くね？パンプス可愛い。いいなぁ、パンプス。でも、今日はちょっと歩きづらそうだしなぁ。あ、サンタのブーツあった。よし、サンタのブーツも買ったんで、これで行きたいなと思います。レッグウォーマー。全部サンタのやつに見えてきたな。よし、オッケー。さて、サンタの服装していこうじゃないか。おえい。まあまあまあ、可愛いんじゃないでしょうか。おえい、いいね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 。スカートだったらもっと可愛かったかもしれんが、ヒゲなくない？あれ、俺ヒゲつけてないんだけど、大丈夫かな？ヒゲって売ってなかったっけ？あれ、ヒゲ売ってなくね？あったあったあった。ヒゲを忘れるところだったぜ。あぶねえ。これ言われるからなぁ。わ、ヒゲなくねみたいな。よーし、完璧なる変装。これでバレるわけがない。おーし、じゃあ、早速、トナカイに会いに行きたいわけだが、トナカイがいないんだよなぁ。さっきからどこ行ったあいつ。あれ、トナカイがいない。なんでだ？待って、時間合ってるよな。
12月24日の午後6時。あ、6時じゃなかったっけ？待って、あれ？おかしいぞ。あれれ、おかしいぞ。トナカイが現れないバグが発生中っすか、これ。やばい、花が枯れる。避けて、避けてけ。避けてけ。あれ、なんでだ？サンタ。サンタなんだけど。あー、いた、ジングル。オッケー。これどうなるんだろう。一人さ、住民いないんだよね。オッケーオッケー、やってやろうじゃないか。任せて。で、これ10人いないんだよ。どうなるんだろう。わかった、任せたまえよ。まあまあやっていきましょうか。それとですね、ちょっとね、この村での住民のやつを聞いてないんで、予測打ちでいきます。メイちゃん調べたら出てくるかな。やっぱ出てこねえよな。なんとなく変わんのかな。毎年変わる気がするんだけど、どうなんだろう。メイちゃんの欲しいもの考えろ。頭をひねり出せ。これ、おい、あ、うん、あら、レースの傘。いや、いただけることに感謝しないとですね。違ったか。いやー、ちょっと頭を使ってけ。よう、黒部。いや、峰峰村だったらな、やったんだけどな、風邪をひいてしまって、もう気がついたらこんなに日にちが経ってしまったよ。気がつけばクリスマス。うわ、外していく。なんか毎年外してる気すんな。アセロラちゃん。アセロラちゃんは肉球。白木のフローリング。当たれ、当たれ、当たれ。違ったか。なんかね、くっそしょうもない方法でやるなら、違った時に、電源を落としてまたやるみたいな。だからそんな記事も見つけたな。ただその方法はちょっとな、なんか違うって感じなんで、サブ村の方も頑張れってことだな。ちょっと頑張らないとダメですね。おー、風が辛い。お前絶対バナナだろ。お前もバナナみたいな見た目してんもんな。違ったんか。サンタさん、ありがとう。おいら感激したっす。将来の目標にさせてください。将来の目標はサンタか。なんか超和風な部屋だけど。あー、せっかくよ。なんか雑草とか取り除いた気するんだけどなーって思ってたんだけど、これサブ村だったわ。それサブ村全然整備しなかったなーみたいな。あー、やばい。花が。でもさ、やっぱ美しい村条例にしてるから、やっぱなんやかんや言いながら花がすごいな。この村もいつかミネミネ村みたいになるのだろうか。グルミンよ、プレゼントだよ。んー、なしな気がする。予想外のところから違ったか。なんか外してばっかりだな。なんやかんや去年か一昨年かは当たったんだよ。当たったんだけどな、今年のクリスマスダメだな。なんやかんや予測で当てられるんだけど。来た、カサンドラ。お前かこの村で一番仲のいいカサンドラ。これだ。直球勝負いけ。グレープフルーツテーブル違った。おお、その人の元に俺は行くぜ。むぅ、お前に会いに来たんだよ。よし、今度こそ当てよう。もしかしたらこのムーが欲しいものをもう持って行ってる可能性もあるんで。肉球な壁紙じゃない？肉球でしょ。いけー。おー、当たっていく。これなんだよなー、これなんだよなー。いやー、サンタさんは忙しいぜ。レイチェル。レイチェルのところ行こう。ハロー、レイチェルー。
プレゼントを届けに来たんだよ、よ、鉄よ。レインボー、絶対レインボー。これ当たる気がする。ふーん、なるほどね。レイチェルが冷たい。なんかこれレインボーだったからレインボーかなって思ったんだけど、そんな単純ではない。まあそらそうだよな、持ってるもの欲しくはねえよな。いやこういうさプレゼントってさ悩むよね、毎年毎年。こうなんか欲しいものを持ってたらどうしようって、相手にさ言うたら相手に内緒でプレゼントを探すんだけど、持ってたらどうしようって思っちゃうね。なんかこれがサスケな気がする。テーブルサッカー、これ絶対サスケじゃん。これサスケだった気がする。やっぱ相手が欲しいものを渡したいじゃんか。もう正味さ、なんかもう指さされたものを買うのが一番いいんじゃないかなって最近思い始めてきてて、いや俺もねちょっとクリスマスプレゼントを渡す相手がいるわけではないんだけど、いや選んでさこれ持ってるしみたいなおもちゃとかをさあげるとき、おもちゃとかをあげるときに、いやこれ持ってるしなみたいな親戚の子とかさいたらさ、いや知らんしってなるやんか。あれトナカイがいね、人に仕事を押し付けて自分はそっそうと帰ってクリスマスを楽しんでやがるな。チキショー、なんだよこんな日までパシリかよ。俺のクリスマスが終わらない、この一人ぼっちのクリスマスの終わらない。あこれ致命的どころか史上最悪のバグじゃねえか。終わる、終わった終わったよジングル、ありがとう、クリスマスリーズもらった、終わった俺のクリスマス。じゃあなジングル、お前ずっとどこいたんだよ。じゃマジでずっと探してたんだよ、かれこれ5分か10分ぐらい探してたんだけど。よしクリスマスリースもらったー。まあこれ飾んのも今日と明日だけだな、飾るか。よし、というわけでね皆さんクリスマス楽しんでいますでしょうか。僕はまあ一人なんですけどね、まあ皆さんにね渡せるものは特にこれと言ってないんで、この動画をプレゼントしようと思います。今回はこの辺でお届けましょう。じゃあな。いやまさかねクリスマスに風邪をひくとは、まあまあいいでしょう、どうせね一緒に過ごす相手もいないんでね。まあ逆にね予定があるんですよっていうねことを伝えられるんで、まあ風邪っていう風邪を治すっていう予定ができました。